1年の感謝を込めて燃やされるダルマ。何気ない瞬間を捉えたものである。よくご覧いただきたい。ダルマとダルマの間から何者かの目がこちらを睨んでいるのがお分かりになるだろう。これはこの世への未練を抱えたまま死ななければならなかった人間の霊魂だという。日没近くに取られた鉄塔である。全体にかかった白い光のようなものに気づかれるだろう。これはこの辺りに存在する自爆霊の姿だという。高くそびえるものに絡みつき天に昇ろうとする霊魂は成仏できない苦しみの現れらしい。このような場所からは一刻も早く立ち去った方がいい。川辺ではしゃぐ青年たち。この地域は雨季になると豪雨となることが多いという。水面に注目していただきたい。青年の足元に骸骨の顔のようなものが現れている。これはここで溺れ死亡した幼い子供の霊などだという。遊び仲間が欲しいのだろうか、死の世界に引きずり込もうとしているようにも見える。この写真をどう思われるだろうか。微笑む二人の女性。いや、左の女性のさらに左。壁に浮き上がった三人目の微笑みがお分かりになるだろう。この数日後、左の女性は体調を崩し、そのまま息を引き取ったそうである。この微笑みが何を表しているのか、今なお解明されてはいない。元気に走る子供たち。一人の少女の足元に注目していただきたい。右の足首より下部がすっかり消えてしまっている。そして少女はこの後事故に巻き込まれ、現在も車椅子の生活を余儀なくされているらしい。少年野球の大会が行われた時の記念撮影。お気づきの方もおられるだろう。一番左の少年の顔が消えかかっているように見える。話によるとこの少年そのものがこの時すでにこの世にいない人間らしいのだ。少年はこの日をとても楽しみにしていたのだが、写真が撮られる1ヶ月ほど前、突如病で死んでしまったのだという。次の写真をご覧いただこう。これは今では珍しいポラロイドカメラで撮影された一枚である。今から20年ほど前に撮影されたものであるらしい。地方の漁港で船釣りをした際、記念に撮影した一枚だというのだが、画面中央の男性をよくご覧いただきたい。彼の頭に触れる赤黒い手のような物体。専門家によるとこの付近で亡くなった女性の手であるという。おそらく溺死であろうが亡くなったという実感を得ないまま今もなおこの付近をさまよっているのだという。女性の霊はこの男性とふるさとが同じであることから興味を抱き現れ出てきたとのことである。投稿者が友人と旅行に行った際に撮影した写真。微笑みかける投稿者の友人の足をよくご覧になっていただきたい。なんと足が一本増えているのである。この足は彼女に取り付いていたずらをしている霊の足である。投稿者によれば彼女は金縛りにあったり原因不明の腹痛に襲われたりといった霊障に
よく悩まされているのだそうである。彼女の体の内部に影響を及ぼしている可能性もある。とあるライブハウスで歌うアーティストを撮影した写真である。アコースティックギターを片手に歌う男性の姿が画面左側の窓に反射して映っている。その反射した姿の手元にご注目いただきたい。ギターを持っているはずの左手が消えてしまっているのである。しかしこれは決して悪霊のいたずらなどではない。彼の守護霊の仕業である。この現象は近い未来に左手に事故や疾患が起きる可能性があることを示唆しているのである。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者が家族でとある港へ観光に行った際撮影した一枚だという。画面右、女性の背後の海をよくご覧いただきたい。巨大な顔のようなものが映っているのをご確認いただけるだろうか。これはこの海で亡くなった霊だというが、いくつかの霊体が集まりこうして巨大な顔として現れたのだという。この家族はこの霊に誘い込まれないようご注意していただきたい。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が修学旅行で京都の金閣寺を訪れた際撮影した一枚である。一見してわかる通り、画面中央の金閣寺にオレンジ色の炎のようなもやがかかり、金閣寺も異様に歪んでいるように見えるのだが、ご存知の方も多いと思われるが、金閣寺は1950年に一人の若い見習い僧侶によって放火され焼失した。この写真に写る金閣寺はその後に再建された建物なのであるが、まさか金閣寺の痛ましい過去の姿がカメラという媒介を通して映し出されたのであろうか。